すぎて。じゃあ続いて茨城県、こちらなんか思うことありますか。ちょっと言っといて。茨城なんか野菜とかすごい有名。茨城ね、野菜何、野菜って例えば。わかんない。ナスとか。適当に喋ってんのね。あ、梨。いや違う。梨？そうなの？いや違うな。なんかでもみんなは納豆って言ってる。あ、納豆ですか？あれ。違いますよね。茨城と言ったらばこちら。ペコーラの百年梅酒。そうです。茨城なのです。なので本日はこの百年梅酒を。はい、あ飲む？これお酒だけど飲める？私お酒飲めない。私今18歳なので。すいません、じゃあマリーとペコで晩酌したいと思います、ね、めっちゃ飲みやすいペコなんですよ、こちら梅酒ね。すごい。パケがめっちゃ可愛い、はい、ねえ、めっちゃ可愛い。なんか可愛い。カラビン欲しい。確かに。カラビンって何するペコなんだろう。あれ蓋もピンクでめちゃくちゃ可愛いし。けどお子ちゃまが置いといて、ペコまじでね。お子ちゃまだって。ガキどもが置いといて。おばさんたちがね。まずいの。まずいの。おばさんたちがさ。まずいの。言ったらやばいよ、お前さ。おばさんたち言われとるよ。雑魚がよ。早くこのステージまで来いよ。雑魚。雑魚はさ、カルピス。じゃあ水にする。ちょっと水で割ってくるわ。何？ 30 歳だよ。やめてやめてやめて、なんでなんで言うの。17歳だの。17歳。水割りにするんだ。そうそうだ、これでもあんまり炭酸好きじゃないんだ。あ、そうなんだ。やっちゃう。じゃあ乾杯。それじゃあマリー、乾杯。乾杯。いただきます。じゃあ2人が酔ってなんかぶっちゃけトークみたいな。でしょ、うまいのでぜひともね。どんな話うまっ。マリー30じゃなくて40なんですって言うかもしれない。あ、うまっ。でん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 。ガキどもがなんか言っとるんすよ。何ですか、言ってごらん、目を見て言ってごらん。なんだ。さあ次は栃木県です。美味しい。